でございます。カモンマテリアル、マテリアルのお酒のものです。マテリアルのアイです。カモイの日浦です。よろしくお願いします。はい、この番組は様々な才能のマテリアルを集めて新しいことにチャレンジしていくムービーズカフェマテリアル谷町の可能性を追求するために配信している番組でございます。はい、ということでですね、はい、8月20日でございます、はい、20日でございます、はい、8月もう半分以上来ました、はい、そうですよね、はい、早いね早いね、あっという間ですね。はい、でそんな8月20日は、はい、どんな日でございますか、はい、今日は8月20日 NHK 創立記念日となっております。うんうん、1926年大正15年の8月20日東京大阪名古屋の放送局が合同して社団法人日本放送協会 NHK が成立、うん、設立されました。はい、その後1950年、昭和25年に放送法に基づく特殊法人として NHK の現法人が設立されました、はい、はい、っていう日となっております。はい、はい、ね、だから、ね、まあ NHK ってね、うん、なんか僕らの感覚でもずっと前からあるというか、うん、生まれた時からあるもんなんでね、ですよね、あるのが当たり前なんですけども、うん、まあ、実はまあ実際その設立されてとかっていう時にはテレビまだないですからね、うん、そうですね、うん、ラジオですからね、戦時中まではラジオで、うん、戦後も一時までラジオだったのが、うん、ね、まあ、戦後復興の流れの中で、うん、ね、30年代ぐらいから、うん、テレビが できで、ね、40年代に入ってやっとカラーテレビが出てくるっていう歴史なんで、うん、まあある意味その、テレビよりも前から実はNHK があったんですよね、はい、すごい、はい、そしてもう一つ、はい、交通信号設置記念日となっております。1931年、昭和6年の8月20日東京銀座の尾張町交差点と、うん、京橋交差点などに、はい、日本初の三色灯の自動信号機が設置されました、うん、はい、信号の色が変わるたびにベルが鳴る信号機だったそうで、うん、当時銀座の交差点はガス灯が設置されて、まあ、日本で初めて歩道を備えたハイカラな交差点であったそうです、はい、はい、まあ ね、だから、それまではね、うん、多分おまわりさんがこう手でやってたりとかもあったんでしょうけど、ね、こっちやみたいなとかね、はい、はい、あったんでしょうけど、要はあれなんですよね、その信号ってそんだけ車が走ってるから必要になったって話で、うん、あ、そうですよね、うん、だから全然走ってなかったら必要ないんですよ。そうですね、それが、やっぱりその、産業革命以降、うん、ね、車がすごいたくさん生産されてたくさん走るようになったから、うん、信号機作らなきゃいけないし、うん、もう一つ免許もね、はい、そうですね、そうなんですよね、だから、うん、日本で、まあ、最初に自動車が走ったって言われるのが明治の31年ぐらいらしいんですけど、はい、らしいんですけど、その後3年後ぐらいかな、3年後ぐらいに、もう自動車免許の制度が世界各地で、日本もその中で、制定していくという流れになったみたいですから、だから相当な勢いで車が売れていったんでしょうね。そうですよね、じゃないとね、それまではだから言ったら明治の最初の頃からって言ったら馬車なんで、あ、そっか、馬車なんですよ、馬車や、そう、2頭立てが1頭立てかってね、うん、2頭立てということは幅があるんで、うん、たくさん人が乗れる、あ、1頭立てとかで1頭しか乗れへんから幅あんまなくていい、うん、だからそんなたくさん乗られへんっていう、そういうやつなんですよね。だから2頭立ての馬車乗ってるってことはすっごいお金持ちっていう、うん、いうお話なんですけどね、はい、そういう馬車から、車になって、そしてね、信号機も、そう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 、作らないといけない、そういうことなんですよね、信号機の日です、はい、はい、以上です、はい、ということでございました。はい、ということでですね、はい、今日のこのプレゼンありかなしかなんですけども、はい、まあ、プレゼンというかですね、うん、まあ、プレゼンなんですけどね、はい、今週26日から、はい、はい、先週もお話ししましたけれども、カムイ映画祭りを開催させていただきます。はい、はい、カムイエンターテインメントで、今3本作ってて、まあ、今4本目がね、はい、もうすぐ出来上がるんですけど、はい、はい、その、まあ、4本目は9月16日の、ドラゴン映画祭、はい、からお披露目ということなんですけども、うん、そこまでの3本に関してはですね、はい、もうすでに劇場公開もやっておりますので、うん、はい、
ぜひ皆さんにですね、もう一回見ていただこうということで、はい、26日、27、28、29日という4日間で、うん、見ていただこうと。はい、いう形になっております。はい。ちょっとできるって感じですね。いやもうほんまにね、最初に20年の4月にね、はい、やろうと思ったら、行動制限がかかり、21年にもう一回やろうと思ったら、またしても行動制限がかかり、はい、はい。だからもうね、この店自体がもう営業できなくなっちゃいましたからね。はい。で俺ここでやろうと思ってるのにできるわけないじゃんみたいな話なんで、うん、はい、で、今回はその感染者数が増えてはおるけれども、うん、よほどのことがない限りは行動制限をしないと大阪府知事も言っておりますんで、うん、それを信じてちょっとやってみたいと、はい、ぜひ皆さんもう一回来ていただいてですね、あ、こんな作品やったんやって、まあ、うん、あの割ともう3年ぐらい多分見てへんはずなんで、うん、そうですよね、そうそう、うん、最後が3作目3年前ですから、うん、はい、それがさて一体どんな作品やったっけみたいなのをもう一回見ていただくもよし、何それどんなんやんなんっていうので来ていただいても構いませんというか、ぜひ来てください、はい、来てください、はい、でこれがですね、実は全部で8回やるんです、はい、8回ってどういうことかって言ったら、太陽のドロップキック、大きな気になりたい、吉尾誕生編、この3本を、ワンセットで見ていただきます、うんうん、どれを別にあの1個だけ見て帰ってもええしあの2個見て帰ってもええし、あの途中からのこっから見るわとかでも全然構わないんですけど、とりあえず料金としては3本で1個の料金、そうですね、ワンブロックです、ワンブロック、でそれが8ブロック、4日間で8ブロック、はい、はい、初日は、金曜日ですんで夜に1ブロックあって、はい、で2日目が、土曜日なんで3ブロックやります、はい、で日曜日2ブロック、月曜日 2ブロックという形になっておりますので、はい、それぞれのブロックが、前売りで、2500円、はい、前売り予約で予約してもらったら、はい、予約してもらったら2500円、はい、はい、で、当日で3000円という形にさせていただいておりますので、はい、まあ、ちょっとでも安くということであれば、2500円で、ね、ご予約していただければ安くなりますし、まあ、当日でも、まあ、空いてるかどうかっていう問題はあるんですけれども、席がねあるんですけれども、来てて空いてて入れるんだったら3000円で見ていただけますよという形になっております。はい、はい、はい、まあ、中では当然ながら、まあ、上映もしてるんですけれども、まあ、グッズの販売なんかもやってますんでね、ぜひ私が制作したのパンフレットも、うん、販売しておりますんで、こちらの方も、購入していただいてという感じなんですけれども、はい、どんな作品って言ってもカムイの作品3本なんですけど、先週は太陽のドロップキックの話をグッチョイでさせていただきました、はい、うん、で、じゃ あ, まあ2番目1番目の話なんで、はい、とりあえずこのコーナーでは2番目のやつをちょっとお話ししようかなと思うんですけど、はい、大きな気になりたい、はい、めぐるちゃんってどんな病気なの？めぐるちゃんの場合はね、心臓移植っていうのが必要なの。移植？めぐるちゃんはドナーが現れてくれるのを待ちながら頑張ってリハビリしてるのよ。めぐるちゃんのことしっかり応援しなきゃね。うん、めぐるちゃん、めぐるちゃんしっかり。僕は大きな気になりたい、君を守れる大きな気。私はドナーになる。2作目なんですよね。で僕、まあ、もうその時すでに、一応
カムイは立ち上げてたんですけど、あのカムイって言っても僕は一人しかいない会社なんで、あのみんなと作らないと絶対無理なんですよね。でまた大阪部さんに声かけて、なんと大阪部さん、あの今度助監督で入ってます。助監督で入ってるのに役者としても参加してるんで、ね、どっかで出てますね。めちゃめちゃ重要な場所で出てるから、あの本当に回数少ないのにめっちゃ印象に残るってやつ、ね、ですよ ね、 ね、うん、大概は大阪部さん俺の作品で英訳で出てるよね。目立つとこに、なんか ね、 なんかね、あの4作目もめちゃめちゃ、ね、めちゃめちゃ英訳で出てますからね。まあ役者魂見せていただきますけど、はいはい、でなんとですね、この人も出てるんですよ。出てましたね。でしかもね、あの順番4番目に出てるんですよ、はい、いい役をいただき、えぐいでしょ、4番目ですよ。4番目ですよ、すごくない。めっちゃいい経験を。主役がいてさ、はい、でその次に川上舞子がいてさ、はい、であのヒロインの女の子がいてさ、4番目やね、はい、私川上舞子の次とかそんな感じやね。いや川上舞子さんね、はい、いやーねー、ありがたい。いや本当現場すごかったよね、うん、でも、はい、もうすごかったね、もうさすが、あの私は J リーガーと呼ばせていただきましたけど、やっぱ全国区の役者さんはすごいね、うん、ね、はい、空気感がガッと変わって、もうあの現場の緊張感が一気に、うん、もう空気変わったもんね、うんうんうん、はい、そういう現場でしたけども、はいはい、まあ、あの中身はあのこれ臓器移植をテーマにした、はい、あの作品で、まあ、日本あの移植支援協会っていう NPO 法人さんがありまして、そちらの方の、まあ、にあの協賛していただいて作らせていただいた作品なので、これあの、まあ、特殊な感じでちょっと上映会だけでやってるという、はい、あんまりあのだから映画館とかでもあんまり上映はしてないんですけど、はい、あの自治体さんなんかに言っていただいて、ホールで市民の方集まっていただいて、公演と一緒に上映してるみたいな方スタイルでやらせてもらってるやつなんで、なかなか見れないので、うん、そうですね、はい、うん、あの多分ここで見れるのもすごい稀な感じになると思いますので、はい、ぜひ、見ていただければなと、まあ、この作品自体は30分ですから、うん、まあサクッと見れるというか、はい、でも、伝わるものはズンとくるという内容になってますので、はい、水泳を頑張ってる少年と、はい、ね、そのプールにやってくる心臓に病を抱えた少女が出会って、その2つの家族がいろんなことになっていくというお話に一応なってますんで、はい、ぜひご覧いただければなと思っております、はい、っていう感じですけども、はい、なんかあります？参加してでもね、本当にその臓器移植とかってすごく難しい問題だけど、うん、これ見てもらって考えるほんまにきっかけになってもらえる、はい、あの作品なので、はい、たくさんの人に見てほしいなって。そうですね、うん、あんまりなんかそういうね病気とか知らなかったりとかしたら、そういうの知らへんかったりとかいっぱいあるけど、なんかそういうきっかけになってくれる映画だなっていうのもあるので見てほしい。そうですね、だから、うん、あの難しく考えないでほしいんですよね。そうですよね、あの決してね、うん、あの臓器移植をおすすめする作品とかではないので、うんうん、結果として臓器移植の話になっているだけなので、うん、そういう時がもし家族に訪れた 大事な人の身に起きたら、うん、自分は一体どうすんねやろ。そうですね、うん、でもその時に考えたらすごい大変じゃないですか、うん、でもこの映画を見ることで、あ、これってどうなんやろうってちょっと考えてもらう、うん、そのきっかけにしてもらって、うん、まあ、何が起きる前に大切な人と、うん、いやこういう時ってどうしたらいいんやろうなとか、うん、例えば自分が脳死になったら、うん、ね、あの自分の臓器は誰かにあげてくださいっていう話なのか、うん、いやもうそれやめといてって話なのか、うん、それをその時が来る前に、そうです、ね、この映画でをネタに話し合ってもらえれば、うん、後でね、うん、揉めんでいいんで、はい、これ大変なんですよ。だから逆に言うと ね、うん、あの話し合ってないから、うん、どうなるか分かれへんから、いやこの人どっちなんやろうって、うん、ね、脳死になってる人に聞いても答えが返ってこないん で、うん、はい、そういう、まあ、作品になっておりますので、はい、ぜひこの作品でね、うん、そういうことを考えていただければ、まあ、あの考えなきゃいけないわけでもない、ただ作品として見てもらうだけでも全然大丈夫ですので、はいはい、うん、見ていただいて何か感じたらちょっと大切な人とお話ししてみたらいいんじゃないかなというぐらいの感じの作品です。はい。
で、太陽のドロップキック、そして、この大きな気になりた2作目、で3作目が、ヨシオ誕生編。誕生編またガラッと違いますもんね。ガラッと。俺だからね、よくね、監督ってどんな作品、どういう作品を撮られるんですかって言われるんです。すいません、1本目も2本目も3本目も全然バラバラなんです。3本ともそれぞれ違う。だから色が全然違うんで、だから逆に言うと一緒に見てもらいたいなという。うん、まあ。とはいえ、なんかね、通じるものはあるんですよ、どっかに。はい、おそらく。僕の癖みたいなのもすごいたくさんあるんで、はい、見ていただくと、その辺分かっていただけるんじゃないかと思いますんで、ぜひ、この8月26、7、8、9、この4日間ですね、はい、ぜひこのマテリアルに来ていただいて、ね、はいはい、できるだけたくさんの人に見ていただこうとは思います。はい、もちろん感染症対策をね、はい、しっかりやりながら、やっていきたいと思ってるんですけれども、安全に楽しんでいただけるように、はい、そして、パンフレットとか、グッズ置いてますんで、それもですね、一緒に買っていただいても映画の気分をそのまま持って帰っていただきたいと思っておりますので、はい、ぜひよろしくお願いします。お願いいたします。はい、なんか小坂部さんも出てるし、なんかあるんですか？そうですね、僕はまあまあ、助監督でもね、はい、そう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 、まあ、いろいろそのカメラ的な映り方とか、うんうん、そういうところがなんか初めて経験することもありの、まあ、すごい勉強、裏方でも勉強になったというか、ね、めっちゃボールドの入れ方とかめっちゃあれですよね、すごい勉強になったなっていうのと、あとまあ出るのに、まあ、川上さんとね、うん、そうなのよ、相手をしてるのよ、やっていただいたので、すごいなんかやっぱりその、まあ、有名役者さんというか、うん、活躍されてる方って、うん、自然に演技できるんですよ。ああ、それがすごいなって、うん、やっぱりなっていうのは、ね、これで対面の役やもんね、うん、そうですね、ね、やっぱりやりやすいんですよ、ね、ああ逆に、ね、緊張しないんですよ、うんうん、なぜか。なるほど、なぜか。なるほど、うん、それはやっぱすごいなって思いました。本当に空気があるからね。そうなんです、そこに、ね、そこにちゃんと入り込めるんですよね、うんうんうん、やっぱそれはすごいな、素晴らしいなと思いました、ね、いやそういうところも含めて、うん、作品見ていただけると、そうです、ね、はい、いいんじゃないかなと思いますので、はい、ぜひ、26から29カム映画祭り、お越しください、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで、このコーナーを締めたいと思います。はい、はい、はい、では、あゆみ、はい、マテリアルのお店の情報です。はい、20日はマテリアル雑貨店、はい、21とオープンしております。はい、お時間が10時から18時のオープン時間で、もう気軽にね、皆さんお越しください。はい、そして平日、今ね、フリーカフェケースをやっております。はい、10時から17時で平日オープンしておりますので、ぜひぜひ皆さん、涼しいところでね、お茶一杯、ドリンク一杯注文していただけたら、ゆっくりとしていただけますので、まあ、作業スペースとかね。いや、もうだってさ、はい、ここへね、うん、この間も昼間来るときにさ、はい、もう本当に殺人的なスタンドがチャリンコ来てきてさ、で、もう階段駆け上がって中入ったら、うわ、涼しいってみんな涼しい。そうそう、階段がね、まだ暑い。ね、そうそうそう、まだあそこはね、まだあそこだと思いながらね。でも開けて中入ったら涼しいって。で、実はちょっとその辺でちょっとね、このお店の近くでね、ちょっといろいろぐるぐる回ってたんですけど、その時もね、やっぱこの辺も暑いですわ。暑い。やばい、やばい、日差しの中入っちゃうともうね、めちゃくちゃ暑いんですけど、中入りは涼しいんで、はい。はい、涼みにね、はい、一杯ウーロン茶でも、はい、アイスコーヒーでも頼んでいただいたり、はい、なんかね、ランチを外でしてる人とかもいるんですよ。いるいる、強烈ですよね。わざわざ公園とかで食べてるもんね。はい、それも OK です。持ち込み、ここは OK になっておりますのでね、コンビニで買ってきてもらって、でもご飯ね、ランチ食べようと思ってもね、ここで食べてもらったら大丈夫ですので、はい、ぜひぜひ皆さんお気軽に涼しいところでご休憩をしてください。はい、お願いします。はい、以上かな。はい、まあ、かなり26からございますので、こちらの方もご予約ね、受けたまわっておりますので、ぜひぜひこちらお越しください。はい、はい、以上です。はい、はい、ということで、いきますよ。はい、今日のミッション余韻が、はい、
ここでね、あの BGM がラテンに変わるから、ね、はい、そうですね、気持ちいいかけた、はい、で、ですね、はい、何かと言いますと、はい、カムイ3作目のお話をさせていただきたいと思います。はい、はい、3作目がヨシオ誕生。ヨシオ、間に合ってくれ、間に合ってくれ、しろ。カナラ、誰が助けるんだよ。しゃ、やめて。あ、ですね、もうどうやって作ったかっていう話をし始めると、もう本当に長い話になるんですけど本当にですね、突然振られて、4ヶ月で映画1本撮れと、中編ですかみたいな、マジで。それもだから、来月ある、ドラゴン映画祭、はい、ドラゴン映画祭の、第4回だったかな、第4回かなんかの時に、新作出せへんっていう話がある監督から、大きい監督から来ました。で、はっていう話だったんですけど、まあ、ね、なんかそれも一つのきっかけかなと。そうですよね、それがあったからこそ誕生した。そう、かなり無理しましたけどね、相当無理していろんな人に本当に迷惑かけたんですけど、まあでも、頑張って作らせていただいて、結果としてね、作品に なりましたんで、はい、まあ一言で言うとアクション映画なんですけども、はい。はい、僕がですね、考えたのは、例えばほら、北斗の拳とか、ね、先駆け男塾とか、セイントセイヤとか、もう少年ジャンプ、週刊少年ジャンプの黄金期、第一期黄金期と言われてるのが、あの時代、ドラゴンボールもまだ成人化してなかったよぐらい、僕はまだ少年やったねぐらい。ぐらいの頃の週刊少年ジャンプ、黄金期にあったような作品みたいな感じだったんですね。ただ単にアクション映画っていう風になると、ものすごいたくさんのムキムキの男の人とか呼ばなきゃいけなくて、あものすごいなんか イケメンなんかよくわからんけども、ものすごいごっついやつとかがなんかジャンプして上からバスンとついてるとか、なんか回転して蹴ってるとか、なんかそういうのになるでしょ、うんうん、そんなに人呼ばれへんやそんなに人呼ばれへんや、集めるの大変やんか、でそう時間ないしさ、うん、やったらもうちょっとなんかこう違う流れにするしかないやんっていうので、アクション一つ一つに意味のあるアクション映画がいいんじゃないっていう、でそういう意味でちょっとその魔力っていうのが入ってくる内容にしたんですよね。はい、ヨシオっていう謎の少年が出てくるわけです。でそれはどういうところに出てくるのかっていうと、イケン流体術っていう古来から日本に伝わっている一子相伝 武術があって、その一子相伝なんで親から子へしか伝わってないんですよ。でそれの次の宗家になるよって言われてる男の人がいて、まだ引き継いでない手前のところで、まあ、ちょっとちゃちゃが入って、一家離散するんですけど、でその3年後の話なんですね。宗家の男が、上城城この大介君がやってる主人公なんですけど、この主人公が、妹がいるんですよね。でこの妹とバラバラで逃げてて隠れて住んでるんですけど、こう妹が見つかったと、悪い奴が見つかったと、僕の会議ね、うん、もうすごいおどろおどろしいロボがなのでで、このドクロ会の奴らに見つかったっていう知らせを受けて、で助けに行きたいけどって言って助けに行ったら、そのヨシオっていう謎の少年が現れて妹を助けちゃったっていうところから、この妹を返してほしかったら、ここへ来いみたいなことを言われて集まっていって、最後
まあ、義音というよりその悪い奴らとその上白城が決戦して、というお話になってるんですけどね、はい。まあ、だからあのちょっとジャンプチックな感じは、いろいろあるんですけど、はい、アクション自体はそのすごい人が入り乱れてとかではないです。だから1対1で戦ってるのをじっくり見るみたいな、そうですね、はい。であのどっちかっていうと今風なカット割りは一切ないです。だからある意味新鮮なあのアクションシーンになってるんじゃないかなっていう、あのものすごい細かいカット割りしてかっこよく見せるとかっていうのよりは割とリアルになんかどつき合ってるみたいな感じの、のをあのどう撮ってるかっていう、あの、まあ、そういう作品になってますね、はい。でとにかくね役者たちがねものすごい気持ち入れて頑張ってくれて、この特にこの格闘シーンのところに関しては、まあ何日かけかけて、全部で多分ね3、4日かかってるんですけど、あのすごいそこはあの気持ちを入れて皆さん取り組んでいただいたので、あの素晴らしい絵が撮れていると思います。はい、ぜひですね、その役者たちの、うん、もうあの本田君なんでね、もうあいつもともとジャッキー・チェンが大好きで、あのジャッキー・チェンになりたくて役者になったというのは、あの なれるわけないやろっていうツッコミが入るやつなんですけど、そうそう憧れでね、あのやりたいって言ったらずっとアクションやりたい、うん、で役者やるときはもう一個だけでないってずっと言われてたんで、声かけたらそのまま主役になってるっていう感じなんで、うん、はい、どんだけやつが、気持ちを込めて頑張ったかと。いただければなと思います。はい、でちなみにその吉尾を太陽がやってるんですよ。太陽のドロップキックの神田太陽が、はい、ちょっと成長して、はい、ちょっと成長して太陽がやってます、ね、うん、で、神田太陽そしてその吉尾をやってた、松田花がですね、28日に28日、はい、舞台挨拶ますので、はい、ぜひまた、見てやっていただければ。成長したね、はい、あのパンフレット買ってパンフレットにサインを書いてもらってやってください。はい、ということで、8月26、27、28、29、カムイ映画祭り、この3本、太陽のドロップキック、大きな気になりたい吉尾誕生編の3本やりますので、ぜひ皆さんお越しください。よろしくお願いします。はい、ということで今日のグッチャーイでした。はい、やっとなので、うん、本当にたくさんの人に見ていただきたい、うん、いただきたいですね、はい、ぜひ来ていただきたいと思いますので、まあ、予約もそうなんですけど、まあ、予約ちょっと見てんかったけど行けるかなという時に、まあ、店に電話かけていただいて入れるか入られるか確認していただいてもいいですし、はい、まあ、覗いていただいて今から入れるとかでも全然構わないんで、あのぜひ、来て見ていただければなと。まあ、ただ予約した方が500円安いですから、はい、絶対そっちの方が安いですから、はい、ぜひ、お越しいただければと思います。はい、そしてですね、はい、はい、この番組ね、この番組というか、まあ、番組枠ではないんですけど、はい、このカム映画祭り始まる直前にですね、はい、はい、直前ライブ配信ちょっとやりたいなと思ってます。はい、26日です、はい、26日5時から17時から、はい、はい、まあ、もちろんここからね、はい、ライブ配信、ライブ配信、はい、今から始まりますっていうのをね、はい、お届けしたいなと思いますので、はい、あのもし何かあったらあのコメント入れていただいたりとすると、お返しできる余裕があったらお返しできると思います。はい、はい、ということでございます。まあ、あのぜひね楽しんでいただきたいんで、はい、みんなで楽しめればなと思いますので、お越しいただいて、お楽しみいただければなと思います。はい、はい、では、今週はこんな感じで終わりたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。